ジュピタの最大の特徴はロールですね。ローリングを伴う明滅と、そしてボディサイドを使ったスプラッシュ。とにかく力のあるルアーです。ジュピタはダブルフック、まあこれはあえてダブルにしたんですけど、より奥まで入れれるっていうのと、まああとはウィードが上まで出てても引けると。でこれは細身なんで泳ぎ的にはローリングが強いんですよ。こうロールが強くて、普通にただ引きでもかなりバズベイトのようにこう奥まで入れちゃってからただ引きでもう引いてくると。例えば投げるじゃないですか。で普通にまっすぐ引けば首を振るんで、ほら誰がやっても首を振らすのは簡単なんですよこれで。こうピタッと止まるんで移動距離が少なくて使えると。強く使いたいなら置き目に入れて、まあ置き目岸目でもいいんですけど、こう魚を引っ張りたい場合はこう入れてやったら、まあ普通はこうちっちゃめにこういくんですけど、それをもっと大きくズボッっていう音がするような、これ一番強い使い方ですよ。ベジテーションシリーズジュピターです。これはですね3種類のうちで一番大きなサイズで、まず着水音、それからシルエットですね、そして左右へのダート、首振りで誘う。でかなりですねこういった水の濁ったところでも着水音やその大きな動きで誘える。しかも移動距離が少ないんで魚の活性が低い時、もしくはもう岸にぴったりくっついてる、カバーにくっついちゃってるような時ですね、シェードが狭いシェードとかをこう動かしてくる時にこのジュピターはすごい活躍するんです。よし、食った。まったぞ。着水と同時だよ。おいー。やっぱオレンジが効くよね。もう着水と同時ですよ。やっぱねちょっと濁り水には派手めの色でアピールしていくと。着水音と色です。